ジョセフ・ウィーラーはアメリカ合衆国の職業軍人、政治家である。二つの敵対した軍隊で戦時中に将軍として務めた稀な経歴の持ち主である。まず1860年代の南北戦争では南軍の将軍だった。あとに世紀の変わり目近く、米西戦争と米比戦争ではアメリカ陸軍の将軍を務めた。南北戦争と 米西戦争の間の期間、アラバマ州からアメリカ合衆国会議員を何期も務めた。ジョセフ・ウィーラーは先祖がニューイングランドのものだったが、ジョージア州オーガスタで生まれ、成人になるまでの大半はコネチカット州の親戚のところで過ごした。しかし、ジョージア州からウェストポイントの陸軍士官学校に指名されたので、自分のことを通常はジョージア人、 南部人と見ていた。ウェストポイント時代のウィーラー・ウィーラーは1854年7月にウェストポイントに入学したが、当時の入学基準である身長にやっと達するくらいだった。1859年7月1日に同期の士官候補生22人中19位で卒業し、第1アメリカ流騎兵隊の名誉少尉に任官された。 その後ペンシルベニア州カーライルにあったアメリカ陸軍機兵学校に入り、そこの過程を終えると、1860年6月26日にニューメキシコ巡州に駐屯していたキバライフルズ渋滞に転属になった。ウィーラーが戦う城というあだ名をもらったのは、ニューメキシコに駐屯してインディアンとの小戦闘で戦った時のことだった。1860年9月1日、 勝意に昇進した。南北戦争が始まった時の1861年4月22日に、ウィーラーはアメリカ陸軍を除隊した。3月16日に、ジョージア州民兵方兵隊に使える中尉として、アメリカ連合国軍に入隊し、その後フロリダ州ペンサコーラ沖のバランカストリデ勤務となった。さらに、アラバマ州ハンツビルに行って新設された第19。 アラバマ不評連隊の指揮を任され、9月4日に大佐に昇進した。ウィーラーと第19アラバマ不評連隊は1862年4月のシャイローの戦いでブラックストンブラック将軍の下でよく戦った。その後騎兵隊に転属になり、9月から10月はミシシッピ軍右翼の第2騎兵旅団を指揮した。10月のペリビルの戦いに参戦し、 戦いの後で撤退する軍隊の後衛を立派に務めた。10月30日に準将に昇進し、11月から12月はテネシー軍第2軍団に属する騎兵隊を率いた。11月27日のテネシー州ラベルニュでの戦闘中に近くで爆発した砲弾で負傷した。1862年が暮れる前にテネシー軍の騎兵隊全部隊を指揮し、 1863年1月20日に少々に昇進した。その2日後に、テネシー軍の騎兵隊が公式に軍団編成となり、ウィーラーはこれを1月から11月24日までと12月から1864年11月15日まで引いた。1863年1月12日から13日のカンバーランド側での戦闘における功績で、 ウィーラーとその騎兵は1863年5月1日にアメリカ連合国議会から感謝状を受けた。南北戦争中のウィーラー1863年9月にはチカマウガの戦いに参戦し、改装した北軍がチャタヌーガに集結した後で、ブラック将軍がウィーラー隊をテネシー州中部に派遣し、鉄道や北軍の補給基地を破壊する襲撃を行わせたので、 第三次チャタヌーガの戦いの時は参戦できなかった。11月25日にミッショナリーリッチで北軍が南軍の戦線を突破した後でブラック軍のチャタヌーガからの退却を援護した。また11月4日から12月23日にかけて行われて不成功に終わったジェームズ・ロング・ストリート中将のノックスビル方面作戦も支援し、11月27日、ジョージア州、 リングゴールド近くでの戦闘で足を負傷した。ウィーラー隊は北軍ウィリアム・シャーマン少将のアトランタ進行に対抗する者を含み、1864年の方面作戦に、この時はジョン・ベルフットが指揮するテネシー軍と共に参戦した。1864年、遅く、ウィーラー隊はシャーマンの海への進軍から戦争の残り期間、 南軍の実質的に唯一対抗できる部隊となった。ウィーラーとその部隊は1865年に、ウェードハンプトン中将の騎兵隊に付けられ、3月19日から20日のベントンビルの戦いに参戦した。5月に、ジェファーソン・デイビスの南と西への逃亡を援護している、時にアトランタのすぐ東、コニア駅で捕まり、2ヶ月間収監された。ウィーラーは、 ミシシッピ側に向かって、まだ西部で抵抗を続けている、エドマンド・カービースミス将軍の軍に加わるつもりだった。捕まった時は、部隊の3人の参謀士官と11人の兵卒と同行していた。6月8日に、デラウェアトリデでの抗菌から釈放された。南軍に従軍した間にウィーラーは3度負傷し、戦闘で36人の部下の士官を失い、 乗っていた馬は16頭撃たれた。軍事歴史家のエズラ・ジェワーナーは、ウィーラーの戦闘で騎兵を率いた行動は、ネイサン・ベッド・フォード・フォレストに次ぐものだと考えた。ウィーラーは、ロバート・イーリー将軍から、南軍の騎兵隊指揮官として、最も傑出した者の,の一人と言われた。南北戦争終了後、ウィーラーは、アラバマ州、コートランド近くで、農園主かつ弁護士になり、 そこで結婚し子供を育てた。その家ポンドスプリングは、ウィーラーと呼ばれる地域にあり、アラバマ州歴史委員会の史跡になっている。1880年、ウィーラーは民主党員としてアラバマ州からアメリカ合衆国議会会議員に選出された。対抗馬であるグリーンバック党現職のウィリアム・エムロート選挙戦を争い、1年間以上続いた。 議論の多い法律闘争の後で、ローが勝利を宣言し、1882年6月3日に議席に着いた。しかし、ローはわずか4ヶ月後に結核で死んだ。ウィーラーは特別選挙に勝って、任期の残り数週間を務めた。1882年には、ルーク・プライアの選出を支援し、再選に出馬しなかったが、1884年に、 再度選ばれ、1900年に辞任するまでに7期、連続して再選された。議員を務める間に北部と南部の間の亀裂修復に努め、南部州を再建させるための経済政策を支持した。ンパの第一アメリカ志願兵連隊、ラフライダーズの参謀。ウィーラーは、左から3人目、右端は、後の大統領制オドアルーズベルト。米西戦争の時に、 キューバに向かう前に撮影。1898年、ウィーラーは、米西戦争への従軍を志願し、ウィリアム・マッキンリー大統領から、志願兵の少将への指名を受けた。騎兵士団の指揮官となり、その部隊には、セオドア・ルーズベルトのラフライダーズが含まれており、ウィーラーは、第五軍団の名目上の副司令官だった。キューバにわたり、この戦争では、 最初の大きな海戦である6月24日のラス、グアシマスの戦いで焼けばした騎兵を指揮した。この戦いの過強で、年取った将軍は、戦争を混同して、さあ以降はカモよ。いまいましいヤンキーがまた逃げ回るぞと叫んだと、言われている。作戦実行中に重い病気にかかり、師団指揮官をサミュエル・エス・サムナーに渡した。 サンフアンヒルの戦いが始まった7月にはまだ指揮を取れなかったが、一度法制を聞くと、戦争の子供は病気にもかかわらず、前線に復帰した。年長の士官として前線に立つと、指揮官に復帰する前に、ジェイコブ F ケント指揮官の第一師団にまず命令を発した。敵のコーチを奪取するとウィリアム・アール・シャフター将軍に、 その陣地は考えられる反撃にも持ちこたえられると保証した。サンチャゴの包囲戦ではその士団を指揮し、急戦委員会の上級メンバーになった。ウィーラーの一番下の息子がキューバからの帰還直後に死んだ。太陽で泳いでいる時の歴史だった。アメリカに戻ると、現在はニューヨーク州立公園となっているモントーク岬の陸軍療養キャンプで指揮を取った。 ウィーラーはフィリピンに渡り、1899年8月に到着して、米非戦争に参加した。1900年1月まで、アーサー・マッカーサーの第2師団で、第1旅団を指揮した。この期間、志願兵任務を解かれ、正規兵の順勝に任官した。どちらも1900年6月16日付だった。終戦後、1900年9月10日の退役まで、 レイクス方面軍を指揮し、その後ニューヨークへ移動した。フィリピンでの従軍中に、ウィーラーは暑さと疲れで苦情を言う不評に出会った。ウィーラーはすぐに馬を降りて、兵士のライフルと排能を取り、兵士に馬に乗れと言って、その皇帝の残りをその兵士と共に行軍したと言われている。ウィーラーは軍事史や戦略とともに、民間の主題でもいくつかの著書を表した。 最初のものは1863年の騎兵戦術の改定された手順、南軍騎兵と騎乗不評の用途にであり、南軍によって使われたマニュアルだった。他には1883年のフィッツ・ジョン・ポーター、1898年のサンチャゴ方面作戦、1899年の南軍の歴史、アラバマ州、及び1900年の グアム島の報告があった。人生の残りを通じていくつかの協著者にもなり、その最後のものは、死後の1907年に出版された、新しいアメリカと極東、これらの土地と人々の生き生きとした歴史的記述だった。ウィーラーは、初期の映画1898年の、トーラル将軍の幸福にも、ウィリアム・シャフター将軍と共に出演した。1902年、 ウェストポイントの陸軍主管学校100周年記念祭に出席したとき、ウィーラーは南軍の戦友であるジェームズ・ロングストリートや E ーポーター・アレクサンダーがポーチに座っているウェストポイントホテルに近づいた。行事のときにウィーラーは直近の階級であるアメリカ陸軍将軍の制服を着ていた。ロングストリートは彼が近づくのを認めて、ジョー 私は全能なる神があなたより前に私を連れて行ってくれることを期待するよ。というのも私は地獄の門の内側でジュバル・アーリーが青い制服を着たあなたを罵るのを聞きたいからさと言ったとのことである。ウィーラーは長患いの後でニューヨーク市ブルックリンで死にアーリントン国立墓地では数少ない元南軍主官の一人として埋葬されている。 国立彫像ホールコレクションのジョセフ・ウィーラーの聖堂像1925年にアラバマ州はアメリカ合衆国議会議児童の国立彫像ホールコレクションにジョセフ・ウィーラーの聖堂像を寄贈したアラバマ州にはウィーラーの名前にちなむいくつかの場所がありジョセフ・ウィーラー州立公園ウィーラー湖及びダム及びウィーラー国立長寿保護区があるまたジョージア州 マリエッタのジョセフ・ウィーラー高校、および同州・ウィーラー軍は、彼の名前にちなんで名付けられた。第二次世界大戦中、アメリカ海軍は、リバーティ戦の一つにウィーラーと名付けた。ジョージア州オーガスタの西を貫く大通り、ウィーラー道路も同様である。さらに、アラバマ州北西部のジョー・ウィーラーエレクトリック会社も同様である。ジョージア州メイコン近くのキャンプ・ウィーラーもウィーラーに、 ちなんで名付けられた。テレビ映画、ラフライダーズでウィーラーはゲイリー・ビジーが演じた。ただし、ビジーはウィーラーよりもかなり背が高く、あごひげの代わりに、口ひげだけだった。ありがとうございます。